ハイカラお昼の解決テレビ。さあ今日も皆さんの笑顔を求めて解決人たちが出かけますよ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時、人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために両徳寺大学が研究開発した療法です。両徳寺大学附属銀座すきや橋クリニック。こんにちは。こんにちは。いやー太田市長、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか私がいすみ市っていうと、なんか漁港とか海がイメージあるんですけど、なんかまるでなんか別世界。そうですよね。北海道に来ちゃったのかなってぐらいすごい広大なところです。どこですか？僕はいすみ市のですね、旧いすみ町の、牧場地域です。あ、牧場地帯です。もう全体面積80ヘクタールです。80ってどのくらいなんですか、もうすごいですね。東京ドーム2つ分です。江戸時代には徳川幕府の、徳川が牛乳を飲むための御料牧場です。御料牧そうです。江戸幕府の専属。そうです。そう、これは毎日担いで江戸まで持ってます。で、家康はそういうのに凝ってて、チーズ作ったなんかしたんです。加工品作った。江戸時代に。それはもうびっくり。パワーズの鈴木渡辺が願いを込めた元気のシンボル、パワーズボールはこの3人に託された。チーム名は解決パワーズ。ここは千葉県いすみ市の里山にある酪農牧場の高秀牧場です。千葉県は酪農の本当は発祥の地ですからね。で、北海道よりももっと先に江戸時代にもうここにいすみ市にあったんです。あった。で、千堂家の牧場は三ですから、ね、三ですからね。さらにこんな利用も。ロケも盛んです。ロケ、コマーシャル写真が撮れる。実は北海道のロケのシーンなんだけど、実はここで使ってるってこともあるんでしょ。あります。言えない。短距離で。いや、チーズ美味しいです。では絞りたての牛乳を使った商品がある高秀牧場のミルク工房に早速入ってみましょう。オープンして6年。チーズを使ったピザなど食事もできるんです。こちらの女性は、こちらの高秀牧場さんのお嬢さんです。お嬢さん、はい、はい、高秀牧場の長女。長女、はい、まだ何代目になりますか？祖父が牧場を作ったので、今父がやってて3代目という。あ、3代目。3代にわたり酪農業を営む高秀牧場にはあるこだわりが。170頭いるんですね。が食べる餌もやっぱりすごい量なんですけれども。そうですよね。なるべく自分たちで、餌を作って、牛さんたちにあげようっていう取り組みをしています、はい、で、牛を飼っているとやっぱりたくさん食べるの、糞とか尿、出るものが出る、はい、たくさんね、あるんですけれども、それから堆肥を作って、はい、で、堆肥を自分の畑に入れて、で、そこで牛の食べるトウモロコシとか牧草を作ってまた食べさせるっていう。じゃあ循環型になってるんですね。はい、これ循環型ラクの。いわゆる産地消で全部回してる。これをさらにこう自分たちの畑だけではなくて、いすみ市って田んぼがすごく多いじゃないですか。稲作農家さんと協力をして、
あの耕作放棄地だったりとか、あと今食用米もどんどん安くなってきちゃってるので、まあ、牛さんの餌を作ってもらって、で地域で育てた餌を牛さんに食べさせるっていうような感じで、まさにこう循環型の牧場を目指して完成してると、でまた広げてるということですね。ミルク工房の隣には毎日手作りで作っているチーズ工房があります。チーズは草原な青空というチーズが、草原な青空、チーズの国際コンクールです、こちらでスーパーゴールド、ゴールドのさらに上の賞をいただいたチーズになります。山椒でうまく循環しながらですね、おちんぼろを作るという一つの次の時代のですねモデルです。さらに搾りたての牛乳を使ったジェラートは人気商品、種類も豊富。ミルク、ブルーベリー、ベリーベリー、そしてケースからは梨のジェラート。早速いただきます。文句なし、おいしい、おいしいです、濃厚、賢い、元気が出ます。トマトジュースそのまま食べてるって感じです。おいしいです。高秀牧場に来たらテラスでゆっくりジェラート、これ必食。もう3代目として夢ってなりますか。ジェラート始めた時にやっぱ地元のお客さんがたくさん来てくれるようになって、で子どもたちが酪農体験に来てくれたりとかして、こうした子どもたちに牧場体験をしてもらい、牛乳の元となる生乳ができるまでの過程を全て見せている。子どもから大人まで食に対して楽しめ学べる。そして今太田市長が力を入れて取り組んでいるのも食、いすみ米を使った給食だ。米はですね、どうしてもお米がご飯が余っちゃったんですよね、あまり食べなかったんです、でやっぱり今のは美味しくてもう完食です。いすみ米のおかげ、はい、でお茶碗3杯まで3杯まで、あれ3杯まで、今3杯食うってのはお相撲さんぐらいだけどでもね、みんな健康で食べてます。夜空にまばたく星々、田園風景が続く里山、そして恋のヴィーナス岬として親しまれている台東岬、シンボルの白亜の灯台。ここはゆったりとした時を存分に満喫できる、改めて素晴らしいところだと思って感心してます。環境と経済という大きな財前提ありますので、この環境を保全しながら、この人たちの住む幸せと経済を起こしてみたいと思います。経済を起こすと、いつまでも暮らせるような地域づくりを進めたいと思います。最後に太田市長にお願い事を聞いてみた。市民がもっと幸せになりますように。台東岬、恋の語らいに来てください。待ってますはい、からお昼の解決テレビ、いすみ最高。一方、東京東中野、なんとこの駅近くにですね、半世紀を超えようとしている老舗のこんな素敵なお店がございます。行ってみましょう。お邪魔したのはオープンして50年、喫茶店ココスというお店。アットホームな温かさを感じる店内。こちらのトールペイントは奥様の作品。いつだって変わらない独特の空気感が漂う。カウンターに立つのはご主人。すごいです、半世紀。年バレちゃいます。たまたまお世話になったそういう今日コーヒーの関係の方に、たまたまここのね、本当犬気だよね、前喫茶店やってたんですよ。ああ、そうなんですね。その後そのたまたまお辞めになった後、たまたまここがあるって聞いて、それで本当に50年来ちゃったんだよね。喫茶店をやるそばけではない、全然分の素人です。何やるさ、そちらに。私普通 のおすすめの人たち、こちらゴルフショップ、ゴルフ関係の仕事をして。あ、そうですか。好きだったんだね、きっと。何かを作ってお客様に食べてもらうって、美味しいって、なんか作ることが好きだったから。なるほど。ね。
なんか先ほども聞いたらね、結構手作りでいろいろ作られてるそうですね。全部一応やっぱこの手作りで、日替わりもほぼ手作りでやってます。あ、そうですか。好きじゃなきゃ50年やっぱできないですね。ケーキセットのチーズケーキも手作り。そして地元で愛されているコーヒーはココスのオリジナルブレンド、高橋さんのこだわりの一杯。人気のチーズケーキセットはほっと一息つくにはベストなマッチング。いただきます。あ、美味しい。美味しいですか。めっちゃ美味しいですね。昔から変わらぬなんかあの、ちゃんとした味っていう感じですね、イメージとしては。本当に特別コスティングないけれども、あの食べやすいだけだね。これが50年歴史の味です。続いて至極の一杯。香りがすごいですね。あのどちらも、はい、確かにこれしょっちゅう来てあの飽きない味かもしれません。ありがとうございます。なんかやっぱりあのシンプルなので、はい、またすぐ食べたくなるってそんな味に感じますね。もう一つ気になるのはこの店名のココス。ココスと、はいはいはい、また商売する前に一度そこに行ってるんで、帰ってきてすぐオープンしたからね。からの由来で名前で取ったってこと。なるほど。その時東京都に調べてなかったんだよね。その後ファミレスのあのなんかココスっていうのができちゃったんだけど、 うちの方が古いんだよね。なるほどね。でも健康の秘訣とかあるんですかね。秘訣、みんなに感謝の気持ちですかね。あ、素晴らしいですね。あとやっぱり忙しい時って本当に一生懸命やってから、その時は終わった後は疲れるけど、すごいよね、動けるんだよね。やっぱりお客様が来てくれることはとってもやっぱありがたいことだから、はいはい、とありがたいと思ってます。ゆったりくつろげるココスは変わらない温かさがある。それはきっと高橋さんご夫婦の笑顔があるから。ということでここで恒例の応援マジック開始。ストップかけていただきます。はい。ストップ。どうですか。はい。次のカードを、はい、後ろ向いた間にカメラと皆様でご覧いただいてください。スペードのジャック。戻します。セルト。いやーすごーい。これはすごい。さらにサインして、この状態でもう一度カード中に入れます。はい、入りました。入りました。入りました。で、これまた勇さんサイン付きで一番上に上がってる。裏は全部同じに見えてますよね。でも実はこのスペードのジャックだけ若干裏の模様が違うのをお気づきになりました。さっき撮っていただいた時気づきましたか。これ裏の模様が、すごい。いや嘘でしょ。プレゼントカードに変身。お見事。すごい。いやすごいです。驚きです。ハイカラお昼の解決テレビ。素敵な笑顔をいただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学では学生を募集、体験乗馬コースも用意してあります。お問い合わせは0479773839まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング。皆様こんにちは。雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレに興味をお付き合いください。毎回こちらハイカラ頭脳トレーニングのドリルの中から一問出してまいります。今日の問題はこちらです。今日の問題ですが、上下左右に漢字が並んでおります。真ん中の四角に漢字1字を入れて、
三字熟語を完成させましょう。この四角の中に入るのは縦が走馬灯、横が下馬評ということで馬という字が入ります。それではこの問題お答えください。はい、今日の答えは子供の子という字ですね、縦に獅子舞、横に親子丼ということで子供の子という字が答えでございました。11月の27日ということで明日が鳥の市でございます。今年は三の鳥までございますね。円安ということで景気がちょっと悪いんで今年は熊手を買いに行く方が多いんではないかと思います。それでは皆様、風邪などひかぬように元気にお過ごしください。また来週お会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中、お問い合わせお待ちしております。17年前、第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて今日はどんな作業なのでしょうか。およそ1500坪、2000株以上のバラがあるつくばローズガーデン。メインガーデンのトレリスには白の四季咲きのバラが小ぶりに咲いています。比較的新しく植えたバラたちも甘い香りを漂わせてくれています。剪定中のクリスマスローズ、初めての方でも種から育てられるんでしょうか。育ちますよ。でもやっぱりできてんの買ってきた方がいいですよね。病気ですから、これベト病っていう病気です。まあ、虫が媒介する場合もあるし、菌が飛び散る、風やなんかに吹かれて飛び散る場合もあるし、いろいろですよね。地植えの場合にはなんとなく強いですから病気にかからないですけども、鉢植えの場合には結構かかりますよね。だからベト病なんかバラにも移りますから。これこの時期クリスマスローズの手入れと同時に冬を迎えるバラたちの手入れも行います。ビビアン・ムール、お父さんは G1 で優勝したんだよな。この間の競技会も頑張ってくれた。これからもよろしくね。課題は駆け足の合図がきちんとできること。頑張ろうね。さあ、シルクエスケープ、もう一度駆け足をしてみようね。波足から軽速足、この子の動きも力強くなってきた。さらに半減脚を使って後ろ足のパワーを貯める。歩道を詰めていよいよ駆け足発進。カーブ途中で外方脚を使って合図、手綱は緩めない。よし、その調子、頑張ろう、シルクエスケープ。
シルクエスケープ、今日の駆け足の合図うまくいったわよね。私も嬉しい。今日も教えてくれてありがとう。なんだ、うまく、そのうちはなんだ。私さ、そろそろ芝山から引っ越そうと思って住むとこ探してんのよ。今流行りの移住かい？うん、そうなの。こら、間口は白さじゃないぞ。馬房は維持費が高いぞ。大変です、大変です。馬方さん、盗っ人軍団がやってきて馬をよこせって言っております。ああ、どうしよう。小吉、うまくならばいい銃を持ってこい。拙者、馬年生まれの馬方義雄、ここがわからん魔術のことはきっとうまくいく。やっさ、立って座って、馬術の基本、軽早足の極意、その3。おう、小吉、今度はその踏み台に足先で立ってみろ。ここで片足上げて、うん、私が支える。あ、バカモンが、サーカスじゃねえぞ。今度はどうですか。うん、ここから膝を曲げてゆっくり体を起こす。これは立っても座ってもあぶみの上に重心を乗せているイメージ。これでアブミに重心が乗って膝で抱え込まなくなる。イメージですね。これは基本の基本じゃ。まだまだ奥義はあるぞ。馬探しと馬術の旅が続く。毎月開かれている競技会、ニューオリンピッククラブオープン、グランドバー通過競技、馬を正しく誘導させ放牧をまたぐ。続いてクロスバー障害飛越競技。演技の正確さや美しさを競う馬場馬術。はい、これ、はい、これ肩打ち絵という運動ですけども、これも比較的、まあ、上手にやってますね。はい、肩を打ち絵、首打ち絵じゃなくて肩を打ち絵という。初めて見ましたね。はいはいはい、こういうこともやるんですか。はい、これ左右
小さい頃からポニーには乗ってはいたんですけど、本格的に乗馬をやりたくなったんですね。ピルエットという運動になって後ろ足旋回という後ろ足を中心にして旋回する、前足を動かしていく、後ろ足がそこの中心部にあると。ここでもやるかな。そうですね、後ろ足を中心にして旋回すると、前肢を中心に旋回する。だからさっきは後肢旋回、後ろ足旋回、今駆け足のスタートをしましたね。駆け足のスタートをしたんですが、まあ、これ基本的には競馬上がりの最長距離の馬なんですね。で、競馬と乗馬の違うところはさっきの駆け足という発進のところで違うんですね。一応乗馬クラブへ就職しようと思います。社長、最近のニュースでフランスでは馬術が子どもの習い事として人気があるそうですね。うん、昔から、まあ、人気あるんだけども、まあ、この頃では特にその辺のところは強くなってね。私なんか子どもの頃はお習字だったんだけど、やっぱりお国が楽しはね。なんでも非認知能力が高められるとか、つまり感情や情緒が高められる。実は乗馬が終わったら必ず馬のケアをするんです。これが馬との信頼関係を強くするんです。競技会が終わった後も馬を隅々まで綺麗に洗う。客を洗おうとすると馬が自分から客を上げてくれる。騎手調教師と信頼関係が生まれる。ここは幼稚園から入学できるから子どもの習い事にもいいわね。言葉はなくても馬からいろんなことを教えてもらえますからね。あら、私と龍島さんのようにアイコンタクトのようなものなのね。はい、そのようです